5月にデビューした男性6人組、ボイネックストドア、ボーイネクストドア第4日にソウルで開いた第2弾新婦、Y。の記者会見に出席してきた。K-POP 界の申請で平均年齢は18、5歳。世界的ユニット、BTS を擁するエンターテインメント企業、ハイブ参加のコーズエンターテインメント所属で、世界の音楽メディアからの注目度も高い。 会見には韓国以外に日本など海外メディア約80人が出席。その模様は北米にも生中継された。会見はショーケースと呼ばれる形式で、自己紹介やミュージックビデオの放映、歌唱パフォーマンスの披露の他にメディアの質問に答える。メンバーは新婦の収録曲、Bad Sumtimes を初々しいストレートな歌声と高いダンススキルで披露した後、机に着席して質疑応答に応じた。 新曲に込めた思いは、グループの強みは、などの質問に対して、各メンバーは真剣な表情でメモを取りながら対応。日本の新曲発表会見ではアーティストがメモを取る場面がほぼないので新鮮だった。会場の記者は電源が確保されたテーブルに着席し、終了後はそのままパソコンで記事作成に入る。終了後、メンバーはステージから降り、 関係者と共に記者の各テーブルを回り、カムサハムニダ、ありがとうございます、と挨拶。これにパフォーマンスの感想などを伝えて会話する記者もいた。日本ではアーティストがステージを降りて報道陣と会話する場面はほぼないので、この光景も韓国ならではだった。世界的人気を誇る K-POP だが、歌唱力やダンススキルの向上、ファンを大切にする笑顔に加え、 挨拶を通じて報道陣やスタッフらとコミュニケーションを図る習慣の定着も大切にしていた。M. Y.